扉を探してるんだ。この辺りに扉はない？テーマ一つには自分が実家に帰った時の風景ですね。僕は日本の長野県というとても田舎の小さな町で育ちました。僕が子供だった頃、たくさんの家がどんどん建っていった。でも最近になって、実家に帰ると人がどんどん減っていって、かつて建てたばかりの新しい家が廃墟になっていたりとか、そういう風景が僕の田舎だけではなく日本中で増えてきているような気がするんですね。人間が亡くなってしまえばその時はお葬式をしますよね。でも家や町がなくなってしまっても人は何もやらないんだなというふうに思って、それがソータという青年が杜氏というね、廃墟を治める仕事にしているんですけれども、ソータに関してはそういう不思議な仕事をしている、でも美青年という設定で始めましたので。綺麗。今回スズメを東日本大震災という実際にあった災害の被災者として描いています。現代の日本の高校生というイメージでしたので、実際にその知り合いにお願いして高校生の、女の子に何人か取材をさせていただきました。スカート長さは今はどれぐらいがみんな流行りなんですかとか、カバンはどういうものを使っていますかとか、イメージを固めていきました。違っている部分は、今回の映画はそのアクションシーンがふんだんにあるということですね。ボスとの戦闘のような激しいシーンが定期的に現れます。CG の要素というのは僕の映画の中にもだんだん増えてきているし、完全な 3DCG の映画を作る可能性がないわけではないなと思います。スズメの戸締まりを制作を始めたちょうどそのタイミングで日本でもコロナ禍が始まりました。この先世の中どうなってしまうんだろうという不安の中で、映画を作っていくことになりました。この映画が出来上がった時に映画産業というものはまだ残っているんだろうかとか、この映画のテーマと同じように僕たちがその前に経験していた巨大な災害であり、その時もアニメーション映画を作っていました、星を追う子供という結構マイナーな映画なんですけれども、あの作品をちょうど仕上げている最中でしたね、スタジオが大きく揺れて PC がパソコンが全てデスクから落ち、棚が倒れ、私はこの先どうなっていってしまうんだろうという、本当に闇に閉ざされたような数ヶ月間がその後続いたような気がしますね。巨大な災害である東日本大震災のことを多くの人が忘れていってしまうのではないかという、ですので今回パンデミック中にこの映画を作ったんですが、ただテーマを時代に合わせてパンデミックに関連付けたものにするのではなく、もしかしたらコロナに覆い隠されてしまうかもしれない一つ前の日本の巨大な災害の方、そちらをむしろ描こうというふうに考えて作っていたような気がしますね。スズメの制作中も1日だいたい12時間から15時間ぐらいは仕事してましたね。年も取ってきてしんどいなと思いながらも、体力をキープするためにたまにジョギングしたりとか筋トレをしたりしながらひたすら映画を作ってました。でインターネットとかもない時代だったので、僕にとっては空を眺めることだったんですよね。空がスクリーンみたいな感じで空の色がだんだん変わっていって、その時眺めていた風景が多分今の自分の映画の形を決めているような気がします。僕は猫が好きなんですね。で昔はさゆりという猫を飼っていました。15年ぐらい前、雲の向こう約束の場所と映画を作っている時にキャラクターの名前にさゆりという少女が出てきたの。その時に拾った猫にさゆりという名前をつけて、このスズメを作っている時にまた猫を飼い始めました。その猫にはスズメという名前をつけました。その時に自分の一人称が気づいたらお父さんはねっていう風になってたんですよね。この15年ほどの間に自分の自覚も父親になっていた、多分娘がいるからなんだと思うんですけど、猫に対しても父親のように
振る舞っているのが、驚いて、今の日本をどこか反映したような、はい、これは私たちの物語だというふうに観客に思ってもらえるような話にしたかったの。まあ日本というのは良い部分もたくさんあるけれども、でも今問題もたくさん抱えていて、まあ中国もね同じ問題はあると思いますが、少子高齢化が進んでいて、あるいは日本の経済というのは昔に比べたら少しずつ小さくなっています。無責任に何か新しい世界をどんどん開いていくという、それよりはかつてあった場所のことをもう一度見るということを考えていきました。